よっしゃ、これでいけんだろう。へへへ、旦那まんや。でも、翼が折れてる。お、言ってなかったか。俺は陸海空の三階すべてを制した男、シド・ハイウィンド様だ。覚えとけ。どうする気だ。今から俺様のことは船長と呼んでくれ。大船に乗った気でドーンと構えたろ。ドーン。じゃあ行くか。ホレルの山を抜けてコスタデルソルの海、そっから先は行くのですな。おっし、決まり。さっさと海まで行こうぜ。船長、コスタデルソルお願いします。アイサー、全速前進。ケットシー、今のうちにキーストーンを落とし。アイナ、20年ほど前の話なんですが、とあるフットネス社員が会社を設立して、宝庫の館という博物館を建てたんです。記録によると、そこにキーストーンが保管されとったんですね。ゴールドソーサーにあるんじゃないの？まあまあ、最後まで聞いてください。その宝庫の館が、それはもうとんでもなく不人気で、すぐに閉館になってしまって、その閉館の不足さに紛れてキーストーンが消えたっちゅうわけです。やっぱりないんだ。手がかりはないのか。元館長に聞けば何か知ってるかもしれません。ディオ、お、呼びに来い。しゃべけ。すぐさ館長からの降格で突き破ったディオさんが、ゴールドセンサーを企画して延長まで上り詰める復活劇。これは死んだドリームの一つですわ。おい、シド、あんたも死んだの関係者だ。今でもそうだぜ。うまく使えば便利な会社だ。気に入らねえな。俺たちは反信者の旗を掲げてる。それを言うなら俺は反権力よ。誰だろうと上から何か言ってくるやつが大っ嫌いだよ。だから俺は空の上が好きなんだ。上には誰もいねえからな。せいぜい下から叫んでろって聞こえねえぞ。へへへへってな。へえ、飛びてえな。ジョニーの怪我、治ったかな。シーサイドジョニー、繁盛してるといいね。どうだか、うさんくさい儲け話を盗み取られて日々に焼いてるんじゃないか。この度はブロンコ海運をご利用いただき誠にありがとうございました。とあれ、会社の名前変わったね。もう飛べないからね。だシド、こんなに付き合ってくれてありがとう。なんだなんだ。で、ゴールドソーサーに行くんだろ。俺もチクッと見学してくるから、ついてっていいか。もちろん。ヤリスはいつも返事がいいな。はい、よろしくな。あれ、ヴィンセントは？あっち。めんどくせえやつだ。いつぞやの誰かさんを思い出すぜ。ああ、放っておこう。俺のことか。
手分けしてディオを探そう。了解。いいか、チャラチャラ遊ぶなよ。行く。クラウドさん、ちょっといいですか。古代種の神殿のことで皆さんに言ってないことがあるんです。実は嫌な伝説が残ってまして。なんだ。神殿に入って生きて帰った者はいないとかなんとか、そんなとこに皆さんを連れてってええんやろか。気にするな、ただの伝説だ。それはそうなんやけど。まずはキーストーンだ。ディオを探そう。サムから事業を引き取れるようになるためにも、もっとレースで勝たないと。野生のチョコボについて改めて勉強するよ。サムから事業を引き取れるようになる。はい、チョコボの手を上げてみて。そっとくちばし。あ、クラウド、この辺りにディオはいないよ。そうか、レースか。うん、オイラも出てみたいな。乗るのか、走るのか。どっちも。みんなに合わせて歩くから最近体がなまってるんだよね。みんなに合わせて歩くから。今回のゴールドカップ、まさか来る。チョコボレースを。宇宙に行くまでが大変なんだ。生きてえな、宇宙。行けるなら俺、戦争でも全然構わねえな。一丁宇宙戦争ってやつを体験してみるかな。ここにディオはいないってよ。新兵の諸君、バトルスクエア。どこまで行くとか。ご利用ありがとう。申し訳ございません。本日の前売り券は完売となっております。バトルスクエアにて明日開催されるスペシャルマッチは既にご存知でしょうか。おう、ここにデオはいねえみてえだな。お前、ジェシーがここで女優やってたって知ってたか。ああ、そうか。あいつらが一緒だったらきっと賑やかに騒いでたんだろうな。違うか、魔法の浪費をやめさせようなんて話になってたかもな。
どっちにしても賑やかだ。違いねえ。星救わねえとな。星救う。申し訳ございません。ダブルスクエアにて本日の前売り券は販売となっております。当日券はどこまで行くとか試着順での販売となります。ご希望のお客様は。やった。到着っぽ。嘘ついたらあり。お絵描きショータイムの始まり。リオ園長と誰が勝負する。そうか、悪かった。わっ、クラウド！誤解しないでよね。ちゃんとリオがいないことは確認したから。どう？クラウドもやってか？しししお主も好きよの。デュオはいない。いい趣味だ。落ち着く。止まるな。あの棺を借りろ。デュオはいない。スペシャルマッチの地。クラウド、この辺りにリオはいないみたい。みんな戦争のことは知らないのかな。戦争なんてほとんどの人間にとっては人事だ。戦場に立つなどねえクラウド。ん？私もっといろいろできることがあると思ってた。戦って守って話して分かってもらって。問題はどんどん増えていく。どんなに手を広げても届かない。思い上がってた。そうですな。でも己の器を知るのは悪いことじゃありません。届く。俺たちはもうニブル山から転げ落ちた子供じゃない。強くなったし仲間もいる。だからやれる。まだ途中だ。焦らなくていい。うん、そうだね。うん、ディオ早く見つけなくちゃ。ああ届かんわ。ディオ園長どこにいるのかな。ディオ園長どこにいるのかな。行き先を教えてほしいとこ。到着っぽ。バトルスペアの荒くれの模様。クラウド、これ見て。コルネオ、あの人なんかやらかしてビットガル見づらくなるとこっちに来るんですわ。迷惑ですな。明日マッスルコロシアムでなんやイベントやるみたいですね。もしかしてディオいるかも。行ってみよう。アセル、ここバトルスクエアにてエービングライトをかけた。あ、おったおった。おーい園長。
なんやろ、様子が変やな。ん？いや、勇敢なる若者たちよ。元気そうで何よりだ。どうしたんだ？いや、タークスってのは強いんだな。細いから侮ったよ。もう若ないんやから少し控えんと。ところでディオハン、キーストーン知ってますよね？以前はあんたが持っていたはずだ。俺たちはそのキーストーンの行方を知りたい。キーストーンは今も私が持っている。私、セトラの末裔なんです。キーストーンはセトラのものですよね？権利の主張か。そうか、なるほど。お嬢さん、あなたがセトラの末裔だというのなら、喜んでキーストーンをお返ししましょう。ただし条件付きでね。マッスルコロシアムスペシャルイベント、ネーミングライツ争奪マッチ、ディオ軍団 VS コルネオファミリー。私の軍団が負けると、ここはコルネオランドになってしまうんだ。マッスル諸君、今日元気に鍛えている。まだまだ超天井だ。どれ、上がってこいや。しかしこの通り、私はこの有様、もはやこれまでかと途方に暮れていたら、君たちが現れた。ザ・運命、すなわちディスティニー。どうかね、ディオ軍団としてコルネオファミリーと戦ってくれないか？私、やる。報酬はキーストーン。いいな？もちろん、約束だ。引き受けよう。契約成立だ。それでは、今宵は我がホテルでゆっくりと休んで、英気を養ってくれたまえ。ほら、僕皆さんにお伝えしときます。ゴールドソーサーは君たちの肩にかかっている。よろしく頼むよ。部屋は用意してある。明日に備えて旅の疲れを癒したまえ。ゴールドソーサーは君たちの肩にかかっている。よろしく頼むよ。よく聞け、アサルトラスピアの戦いだ。それは明日はバトルスクエアのスペシャルマッチに出場ですね。今夜はお休みになられますか？ご謙虚、墓場の陰でお祈りしております。どうでっか？苦戦中。
菓子なんか作れるんですか？わからないよ。でも、やってみたいって思ったの。チャレンジャーでな。感心感心。はい。うん。エアリスは後で私がやるからね。了解。エアリスはよく寝るよな。その方がいいの。え、なんで？だってクラウドがまだ病気だから。ザックス、クラウドを早く治してお願い。俺だってそうしたいけど。でもクラウドが病気だからエアリスは寝てた方がいいってどういうこと？お姉ちゃん死んじゃうの。ごめんマリー、全然わかんない。誰にも言わない、うん、お姉ちゃんはね、怖い人に殺されちゃうの。クラウドが助けようとするけど間に合わないの。もう少しなのに間に合わないの。お姉ちゃんは大好きなクラウドが来てくれてとっても嬉しいんだけど、でも死んじゃうの。だから早くクラウドの病気を治してお姉ちゃんを守ってもらわなくちゃ。マリー、その話は夢？うん、夢じゃないよ。そっか。本当だよ。分かってるって。こんな世界だからな、何でも信じるよ。うん。でマリー、質問なんだけど、その怖い人って誰？どんな人？髪が長くて銀色なの。ザックス、見てごらん。花が咲いてるよ。ほんとだ。エアリスはこの花が大好きなんだ。
あの子、目を覚ますのかもね。うん、そうだといいな。あのさ、ちょっと出かけてくるよ。クラウドのこと相談しに行く。そんな人がいるのかい？お医者さんかい？まあそんなとこ。遅くなるんじゃないよ。あんたがいることが当たり前になってね。いないと不安になる。分かったよ。バイクで行くからすぐだ。じゃあエアリスとクラウドをよろしく。もし目が覚めてもどこへも行かせないで。どうだろうね。あの子を家に閉じ込めておくのは難しいよ。何が何でも引き止めて。うん。食事までには帰ってくるんだよ。食事までには帰ってくるんだよ。ことを考えた。あれからずっと考えていた。夢と希望、俺が生き延びた意味。そして分かった。やっぱり俺はアバランチだ。もう残り時間は少ない。今日の夕方決行、6番魔航路からできるだけ離れてくれ。会えてよかった、ビッグス。違うって、違うだろ。エルミナ、大変だ。ユフィも重要な戦力だ。休んだ方がいい。分かってるけど、このままだと興奮して眠れないから、いっぱい遊んで疲れないと。ステージ見て、ゴンドラ乗って。乗る気か？シッシッシ。クラウドここんとこすぐ暗い顔するからさ。ユフィちゃんが何とかしてやろうと思って。行こう行こう。2階のフロントでよろしいですか？いってらっしゃいませ。ゴールド捜査に
特別公演ラブレス G エディションまもなく開演となります。観劇予定のお客様は劇場までお越しください。いつか俺も観劇のお客様ですか。フラワーキーパー様、いらっしゃいましたらお近くの劇場スタッフまでお声掛けください。お客様のお呼び出しをいたします。フラワーキーパー様、フラワーキーパー様、いらっしゃいましたらお近くの劇場スタッフまでお声掛けください。お客様のお呼び出しをいたします。フラワーキーパー様、フラワーキーパー様、おめでとうございます。ご自分で歌われますか。え？俺より上手いな。本公演はお客様参加型の特別プログラムとなります。お客様自身が物語の主人公となり舞台が進行します。悪夢王に打ち勝ち、姫
ここは血と歯車によって組み上げられた機械都市ガルディアでございます。このガルディアという巨大な獣は周囲の都市を侵略し、むさぼり食らい、さらに大きく強くなろうとしておりました。そんな戦争の狂乱に巻き込まれた青年が一人、彼の名はアルフリード。女神の贈り物を求め旅に出た男の人、英雄になることを願い戦いに身を投じたものの、今はこのように囚われの身でございます。先を急ごう。出せ、我が剣は復讐のためにある。アルフリード、助けに来てあげたよ。ルーザ、どうしてここに？お姫様の勘ってやつかな。感謝してよね。これは女神の慈悲だ。どちらから片付けるべきか、それは女神の導き次第。我こそは機械都市ガルディアの支配者、悪竜王バルバドス。機械仕掛けの腕に宿りし、ドラゴンの力を見せてやろう。オイラはバルバドス様の相棒、地獄の番犬ガルム。その貧弱な盾でオイラの鋭い牙と爪を防げるかな。ドラゴンの方向におののくがよ。鮮やかで美しい剣さばきでございました。女神への渇望が彼に力を与えているのでしょうか。これなら英雄と呼ばれる日も遠くはないでしょう。さてと、ごきげんよう勇者アルフリード。私は死がない道化、余興に占いでもいかがですかな。今宵は特別な宴、何でもお答えしましょう。
獄の番犬の弱点、それは新鮮な骨でございます。噛み応えのある骨こそが力、新鮮な骨だけが地獄の番犬の鋭い牙を誘惑するただ一つの武器となるでしょう。ごちそうさま、おいらお腹いっぱいだ。さあザレ事はここまで、そろそろ次の演目と参りましょう。地獄の番犬の爪と牙、とくと味わうがいい。捕虜となり翼を折られたアルフリード、されど彼は諦めず再び飛び立とうとしているのでございます。では失礼して、ご感激の皆々様方、英雄を目指す青年と勝ち気な姫君をめぐる物語も残り一幕と相なりました。名残惜しいのはこの道家も同じ。しかし出会いと別れは表裏一体でございます。我々にできるのは思い出をこの胸に刻むことだけ。皆様、悲しみを乗り越える準備はよろしいですか。エクセレント。この物語はラブレス、愛なき世界に終止符を打つ時が参りました。悪竜王バルバドスの弱点は真実の愛、勇者アルフリードよ、誠の愛を見せるのです。最愛のものを選び、今こそ運命の口づけを。さあ最愛のものを選び、足を踏み出すのです。冗談だろう。ふざけるな。愛などすべて幻だ。我が剣に女神の祝福を。
翼は絶たれた。深淵で安らかに眠れ。やるじゃん、さすがは勇者。姫様が褒めて神ぜよ。よく頑張りました。お前の行く先に待ち受けているのは女神の贈り物か、あたまた復讐の豪華か。せいぜい踊り続けることだ、勇者アルフリードよ。運命の糸が切れるその時まで。ねえ見て、どうしても行くの？大好きな人たちが待ってるんだ。わからない、わからないけど、でも絶対に死なないで。もちろんここに帰ってくるよ。約束なんかなくても待っていてくれる人がいること、俺は知ってるから。Could it be chance till the day that we meet?
おい、次回公演は私が主役だからね。マテリアの歌でデビューか。まままあ、本日のゴンドラの運転は間もなく終了します。チケットをお持ちの方はお急ぎください。よし、次はゴンドラにシュシュシュ。本日の特別公演、お楽しみいただけましたでしょうか。本公演のチケットをお持ちのお客様はこの後スカイホイールスクエアのゴンドラにご乗車いただけます。どうぞ行き先を教えてほしいとお楽しみください。ポケモン練習だ。ん？やがて来る日のためにおい、エスコート。しゃぎすぎだ。私の初恋の相手、ソルジャーなんだよね。戦場で出会った、多分ソルジャー。その頃の私の最高の技を出したんだ。シュ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 って拳から波動が出てるつもりだった。だから私はあいつがやられたって倒れた時も本気にしちゃってさ。でも全部文字通りの子供だまし。それに気がついてからもうあいつのことばかり考えちゃって、
つか本物の波動をぶち込んでやるって、ありえないくらい修行頑張ったんだよね。でもさ、よく考えたら優しいよね。普通にいいやつだよね。そんなこと考えてるうちに、はあ、好きかもってさ、そのせいかな。まだ波動は出ないよ。手伝ってやる。ん？修行？恋？恋なんて俺にはわからない。はあ、残念な私たちだね。その時はその時、多分それが正解だ。しょさっきのこと誰にも言うなよ。確実というわけではない。古代種の神殿こそが約束の地である。その説は昔から根強くあった。古代種が行こうとしてるんだし、絶対そうですよ。泳がせて正解でしたね。キーストーンは本日行われる特別興行の商品になるようです。いかがされますか？方法は考えてやる。勝つのは俺たちだ。スペシャルマッチ開幕です。準備は万全ですか？ではご健闘をお祈りしております。
て目の前の敵に対処しろ。これでよし。それにしてもディオ軍団は奇妙なメンバーですね。
ここからだ。だね。今日のところはグッバイ。
アプスちゃんゴー！なんとなんとなんと！ネーミングライツ争奪マッチ！勝ったのはイオ軍団だ！私も勝ったね。諸君のおかげで私のゴールドソーサーは守られた。感謝の印として力いっぱい反応させてくれ。あんたのために戦ったわけじゃない。キーストーンいただきます。うん、もちろんだと。今こそ正当な持ち主へと返そう。さあ受け取りたまえ。あ、なんだ。タークス、てめえ返しやがれ。うちの資産だ。黙れ泥棒。ルードさん、どうなってんだよ。逃げちゃったよ。くそ、ユヒ、ナナヒ、オズロ、お前らはそっちを何とかしろ。おい、行こうぜ。リベンジマッチだぞっと。よろしい、このバトル我々が仕切らせてもらう。しばしのブレイクタイムを挟み、双方の準備が整い次第再開とする。用意ができたら私に声をかけたまえ。
くれない？おじけづいたか。こっちは準備万端なんだけど、早くしてくれない？型をつけよう。おじけづいたか。準備は整ったかな？ブランボー！それでは始めようか！盛り上げるなら俺たちに！そっちとこっちに！任せな！どいつもこいつも見とけこのバトル！まだ死んだのち私が直接クビにしてやろうと思ってな。だからってお前たちはゾンと合流しろ。
俺を舐めているのか。紹介の時間だ。一体これからどうなってしまうのでしょうか。歴史的な試合となりました。皆さん、ルー男子社長の勇姿をしっかりと目に焼き付けてください。はっ、さて私も新社長からサロンの打診を受けたのです。そこですか。何が起きたのか。シータの年は魔法ではないことは確かだが、こっちだ。アトラーのシャワーの魔法を畳みかける知恵届く出勤。彼が称賛の中に出てくるはずがない。
極めた必要がある。スニーカー、セザー。俺は元ソルジャー。当然の結果。余興は終わりだ。逃げられたね。放っておこう。それよりもケット氏だよね。捕まえるぞ。これはまさかの事態だ。なんと両者試合放棄。リングアウトで試合終了となりました。みんなどこに行ったんだろう。ケット氏探そう。どこだろう。
して。あ、クラウド。ごめん。ケットシー見失っちゃった。この辺りにはいないみたいだけど。この辺りにはいないみたいだけど。よう、あの猫探してんだろ。こっちには来てないぜ。さっきの試合面白かったぜ。さっきの試合面白かったぜ。この辺りにいるはず。泥棒猫ね、どこ行きやがった。捕まえておこう。ご無事で。あなたこそ。
どういうつもりだ。カニやで。シンラにも真っ当な奴がいる。お前だってそう思えたのによ。やってくれるぜ。バレット、やめて。は、確かに弾がもったいねえ。オイラたちは裏切ったの？最低。シンラなんて信じるんじゃなかった。裏切り者とは一緒にいられない。クラウドさん、こうなるってことは分かってたんやけどな。ちょっと仲良くなりすぎましたわ。腹立つな。きっと早速昇進してるぜ。私たちをずっと騙してたってことでしょ。ああ、思い出したらまたムカムカしてきた。エアリス、何か気になる？人を見る目、少しだけ自信あったんだ。もう忘れよう。どうすんの？シンラもクロマテリアを狙ってるってことでしょ。急いで追いかけないと。追いかけるったってどうすんだよ。神殿の場所を知ってるのはケット氏だよね。神殿は知らないが、タークスのヘリなら追跡可能だ。本当？専用の周波数を知っている。連中が無線を使えば居場所がわかる。無線機ならタイニーブロンコについてるぜ。やったな。よし、俺は先行って準備しとくな。じゃあ。なんとかなりそうだ。俺たちも神殿に向かおう。クロマテリアは俺たちが。こちらはアンダーソーサー行きです。バギーをご利用ですか？行ってらっしゃいませ。無線を使うぞ。古いぞ、使えるか。好都合だ。